アッシマーといえば思い浮かべるのは、空を舞う、あの独特の形状であり、戦いにおいてアムロ、シャー、カミーユを苦しめた、強い機体という印象であり、ドムのような頭部と機動力の高い可変 MS という、独特の機体イメージがあるのだが、アンク社はこのアッシマーの系譜に連なる機体である。開発はアナハイムエレクトロニクス社が行っているが、これには第二次ネオジオン戦争以後の地球圏の状況も大きく影響している。第一次ネオジオン戦争以後地球連邦軍のモビルスーツ開発は、アナハイムエレクトロニクス社を中心とした、民間企業によって行われるようになっていたが、同時にそれはコスト削減を目指したものでもあった。第一次ネオジオン戦争では一機当選の強力なモビルスーツが、次々と開発されていたがいずれも量産に適したものではなかった。また、こうした決戦型の MS の開発費は膨大であり、財政を圧迫することは必至であった。同時に、一般兵用の量産機の性能も大きく底上げされており、機体の大型化も伴ったこともあり高価格化していたのである。もともと地球連邦軍は開発コストを低く抑えることを前提とした量産機の開発を行っており、この点からも高価な新型の機体の開発が認可されにくい状況であったが、第二次ネオジオン戦争以降はその傾向が特に強まったのである。アンク社は毎年にロールアウトした RGZ95 リゼルと同様に、装備刷新の必要性が叫ばれる中、RGM89 ジェガン系の機体と、内装部品の多くを共用し整備効率と生産性の両立を実現した。さらには容器を運搬する、サブフライトシステム機能の確保を必須とした、連邦軍の要求に応えるべく、サブフライトシステムとしての運用も可能な機体として、プランニングされたのであった。この結果高コストな可変 MS でありながら、量産化における現実的なラインをクリアしつつ、アッシマー譲りの、恵まれた総推力値を保有するという稀有な機体となったのである。自身と同程度の荷重をかけての重力化飛行も、全く問題にならぬレベルの推力を得たアンク社は、高々度の迎撃任務にも柔軟に対応しうる機体であるとも言うことができ、地球上の重要拠点への配備が進められていくこととなった。また防空圏での有事即応の、モビルスーツ派遣体制を目的とする超大型輸送機ガルダへ、航空戦力としても多数が配備されており、文字通りガルダ構想の一翼を担っていたのであった。本機の頭部はアッシマーと同様に、航空管制用レーダーやサーツセンサーなどの機能が実装されているが、カメラアイをはじめとするジェガンとの規格共通化により、60mm バルカン砲の追加と連邦軍前とした、バイザーフェイスに改められている。この変更には物合いといったジオン的衣装に、アレルギーを持つ、連邦軍上層部の意向も反映されているという意見もある。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。この動画を気に入っていただけた方は、もう一本、このチャンネルの動画をご視聴いただけましたら幸いです。